皆様、はじめまして。私は今日初めて動画を投稿いたしました。このチャンネルは今後の私の人生を皆様に共有し、時にはご意見を、時にはお力をお借りし、新しい人生を切り開いていきたいという思いで開設いたしました。動画のタイトルにもあります通り、昨日会社に辞表を提出いたしました。その経緯や理由も含めてご説明させていただければと思います。まず私の経歴からご説明させていただきます。私は東海地方在住で、年齢は30代半ば、金融機関に勤務している一般的なサラリーマンです。昨年結婚し、今妻と2人で暮らしております。生まれは四国。18歳から関西の大学に通い、現在の金融機関に就職いたしました。業務内容は主に、法人、株式会社だったり、有限会社へ融資の営業を行っておりました。昨日の出来事についてご説明させていただきます。今まで明らかなパワハラや過度なプレッシャーを与え続けられて、正直メンタルはギリギリの状態でした。昨日気づけば退職届を書いており、頭がぼんやりした状態、何も考えれない状態で、気づけば上司に提出をしておりました。正直その時の記憶はあまりありません。その後上司2名から尋問を受け、数時間にわたり私の人間批判を繰り返され、ふと我に返った時に、私は膝をついて上司に謝罪をしておりました。私の土下座を横目に永遠と叱責は続き、私の中でずっとギリギリのところまで張り詰めていた糸がプチンと切れるような感覚になりました。駅のホームで泣きながら妻に電話したことを覚えております。電話で、ごめんね、会社辞めちゃった、もう死にたいよと言うと、妻は笑顔で、お疲れ様、これからの人生を楽しもうねと言ってくれました。その時、これからの人生は会社に縛られない自由な生き方をしていこうと思い、 YouTube を始めようと決意いたしました。妻に何の断りもなく仕事から逃げ出し、夫として不十分な私に、これから前を向いて生きていく希望を与えてくれた妻を、これ以上悲しませるわけにはいかないので、 YouTube を一つのきっかけにして恩返しをしていこうと思っております。これからについてはまだ未定ですが、どこに住むのか、何をするのか、そして私の経験を生かした銀行の裏話のお話や、いろいろなことを投稿できればと思います。例えば妻と話していたのは、どの都道府県に住むのかをルーレットで決めてみるような人生もいいんじゃないかというような話をしております。これも妻が前向きに発案してくれたものです。とにかくこれからの人生をこの YouTube にしたためていきたいと思っております。初めての動画投稿でお聞き苦しいところもたくさんあったと思いますし、何を言っているんだと思われる方もいらっしゃると思います。ですが最後まで聞いていただいて本当にありがとうございます。今後投稿頻度をどうするとか、そういったことはまだまだ未定です。思いつきで始めてしまった節もあります。ただネガティブなこともポジティブなことも、これからチャレンジしていくことも全て皆さんと共有していきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。